皆様、改めまして、こんにちは。今回、ご縁をいただいて登壇させていただきました、私は、奈良育中学校3年C組2番の小倉達也と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、これからより良い21世紀の奈良育英学園を築いていくにはどうすればよいのか。それは、奈良育英の根本理念でもあります。育英誓願の中にある、すべての隣を敬愛すること。私の言葉に置き換えますと、固定観念を捨てて、常に心から心への対話を心がけるということの実践に尽きるのではないでしょうか。私はこのことを、中学の縦割り活動というものを通して学びました。縦割り活動とは、クラス対抗ではなくて、全学年が赤、黄、緑の3段に分かれて、文化祭や体育祭、100人一首の家族大会などの優勝に向けて、主に放課後に練習や作業をする活動のことです。今日はこの話を2ついたします。1つ目は、私が1年生の頃の出来事です。ある日、放課後に数人で登って作業をしておりました。当時3年生の子は表の先輩がこちらにやってこられました。うわ、まだ何か言われるわ、思ってびっくりしておりました。すると突然、いつも悪いな、ありがとうと笑顔で声をかけてくださったんですね。今までこの先輩は怖いという固定観念だけでその先輩を見ていた私にとってその一言というのは革命的な出来事だったんですね。この出来事から私は先輩が僕たちの行動を見ていないようで実は見ているということを知り、団のメンバーに対する目配りの大切さ、そして子供向けの大切さを学びました。二つ目は私が上級生になってからの出来事です。私は毎度縁あって縦割り活動の最後に話をさせていただいております。そこで話したいに、これから下級生を引っ張っていくときにどのような言葉をかけていくべきか、いや、後輩の立場に立ってみるのどうか、ということを考えて話せるようになりました。縦割りですので、もちろん団のメンバーには年の差や経験の差もちろんございます。しかし、互いに相手のことを考えて、お互いの存在を生かしきるにはどうすればよいのか、などを自然と考えてから話すような習慣がつき、下級生への配慮や心配りの大切さを学ぶことができました。このように、隣の人に対する目配りと言葉がけの大切さや、上級生としてのリーダーシップや言葉の重みを学べるという点で、縦割り活動というのは、すべての隣を敬愛するということの身近な一つの実践の形であり、やがて私たちが将来、社会に出たときに必要になってくることだと思います。そして、この一人一人が、全ての隣を敬愛するというのを実践していくことこそが奈良育英の100周年のスローガンでもございます。伝統の風を次の100年につなげるということなのではないかと私は思います。最後になりますが、本日はお暑い中お越しいただきまして、またご清聴いただきましたことを厚く御礼申し上げる次第です。ありがとうございました。